アクニ系機動車は、ソ連運輸通信省が1984年から導入した、チェコスロバキアのバゴンカストデーエンカ製の機動車。動力車のアクニ型と付随車のアブッチニ型が同時に製造された。1977年、ソ連運輸通信省は、郊外のローカル非電化路線向けに、チェコスロバキアのシコダワークス製の、両運転台式機動車のアクレー型を3両、導入した。 その運用実績をもとに、より、ソ連各地の路線での運用や保守に適した設計の量産車として、チェコスロバキアのバゴンカストデーンカに発注を行ったのが、アク二系機動車である。エンジンなどの動力機器を備えた、両運転台式のアク二型と、運転台やエンジンが搭載されていない、増結用付随車のアブッチ二型が製造され、アク二型は、 最大2両のアプッチ2型を総括制御することが可能である。車体はステンレス製で、車体側面にはビード加工が施されており、窓は二重ガラスとなっている。扉部と客室はデッキによって区切られており、車内にはトイレが1箇所設置されている。連結機は旧ソ連の鉄道車両における標準仕様である SA3 型自動連結機である。以下、 悪二型とアプッチ二型に分けて、書面を解説する。一方の床上にディーゼルエンジンが設置されている、両運転台式の動力車。日本国有鉄道における機動車の形式称号で、U、キハに該当する。前面は、非貫通2枚窓で、悪二型やアプッチ二型との行き来はできない。座席配置は3列プラス2列配置のボックスシートで、 片側一箇所設置されている乗降扉は引き戸式の自動ドアである。冷房装置は搭載されておらず夏季は強制換気によって車内を冷やす一方、冬季はディーゼルエンジンの冷却時に生じた排熱を利用した熱風により車内暖房が提供される。エンジンや変速機など主要機器はリガ車両製作工場で製造されていた。 DR-1 系機動車と統一されており、レニングラードのズベズタが製造した12気筒、V 型4ストロークの M756、P 型エンジニア、カルーが技術向上性の GDP-1000 系2段、液体式変速機が搭載されている。制動装置は電空併用ブレーキを用いる。悪2型と連結する付随車。日本国有鉄道における機動車の形式称号で、U。 キサハに該当する。車体は悪苦型と異なり、客車に類似した形状となっており、連結面の貫通扉からアプッチに警官の行き来が可能となっている。車体の両端に乗降用の片開き自動ドアが設置されている。座席は3列プラス2列のボックスシートで、当機は動力車に搭載された発電機により電気ヒーターを稼働させ、 温めた空気を車内に送風する。1984年から1985年にかけて試作車6両が製造され、試験運用に用いられた後は国型は国際展示会レールウェイトランスポート86に展示された。これらの試作車は1990年代初頭までに廃車されている。量産車は 蒸気の試験を経た1988年から1990年に製造され、旧ソ連における南部や西部の地域へ導入が行われた。2017年の時点で、ロシア鉄道、ウクライナ鉄道、南カフカース鉄道の非電化路線で使用されている。ほか、ロシア鉄道の一部路線では、各鉄道の支社長用の職業者や牽員者など、事業用車への転用が行われている。 路線によっては、悪ニ型を機関車代用として乗客を乗せず連結されたアプッチ型のみ客扱いを行う場合もある。ありがとうございます。